神奈川県厚木市の相模川の河川敷でカミツキガメが見つかり捕獲されました。昨日午後7時ごろ、相模川の河川敷でカミツキガメがいると近くで釣りをしていた男子大学生から通報がありました。警察が駆けつけ、ロープを巻きつけるなどしてカミツキガメを捕獲しました。体長はおよそ35センチメートルでした。カミツキガメは環境省により生態系や人の生命・身体に被害を及ぼす恐れがある特定外来生物に定められていて、飼育するには届け出が必要です。警察は飼い主が捨てた可能性があるとみて特定外来生物法違反の疑いで捜査しています。